おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日1月11日金曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。北日本は今日も冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に雪や雨の降る空です。北海道では雪がまとまり、積雪が増加する恐れがあります。東北は沿岸部で雨、そして山沿いでは雪やみぞれが降ります。路面の状況にもお気をつけください。西日本、東日本の太平洋側は日差しが届き、昼間は日差しのぬくもりを感じることができそうです。空気が乾燥していますので、風邪やインフルエンザの対策を万全に行うようにしてください。前線に近い南西諸島は時々雨の降る空です。九州南部もゆっくりと前線が近づき、夜になると雨が降り出す可能性があります。ではここからはアイコンでお天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。沖縄は時々雨の降る空です。鹿児島県内も雲が多く、夜になると雨が降り出す可能性があります。その他広い範囲で日差しが届きますが、今日も山陰から東北の日本海側にかけて雲が多めの空で、にわか雨、にわか雪の可能性があります。空の変化にご注意ください。西日本、東日本を中心に日差しが届くところでは、昼間は日差しのぬくもりを感じられそうです。朝晩の冷え込みにはお気をつけください。北海道は東北、道を中心として広い範囲で雪の降る空です。積雪の増加に要注意。また沿岸部中心に風も強まりますので、吹雪や厳しい寒さにもお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。